倉さんこんばんは。ポナミさんこんばんは。あ、サインありがとう。ジャさんありがとうございます。あ、トシさんありがとうございます。中さんありがとうございます。ね、2部よろしくお願いします。2部目どうですか。なんか私もこの曲でポニーテールできたのすごい嬉しくて、で今多分は三つ編みにリボンついてるんですけど、それもめっちゃ好きなんですけど、ポニーテールでもいつかこの曲を踊りたいなって思います。私がずっとポニーテールに大きいリボンをつけたいって言ってたんですよ。それでそう、なんか同期とかとなんかこういう髪型いいよねみたいな話すときに言ってて、そう、それでだからこの髪型で、しかも MV の当日に髪飾りを知ったんですよ。そう、それでね、で髪飾りない、MV って髪飾りない人もいるんですよ。そうなんだけど、大きいリボンが私の前にあって、これはもしかして私のかなみたいな。そうだから叶ったんですよ、花ちゃん。そうなんですよ、ちょっと確かにちょっとレトロな感じね、組み合わせ。でもグレーと緑の組み合わせってめちゃくちゃ可愛いですよね。そう、やったーってあ、リミスタ申し込みました、ありがとうございます。しながらやろうかな。そうなんですよ。あ、明日握手会楽しみにしてるね。楽しみにしてください。ポニーテールですよ、ちゃんと。あ、ファンミね、確かに楽しみです。あ、ミスかかりました。あ、キーゾーさん、ありがとうございます。お、ひなさり。ジャケンキナさん、ありがとうございます。ミジームスタートね。お、私も明日行きますって、ありがとうございますね。こんばんは。あー、もしんたらさん、ありがとうございます。ケイケイボーさん、ありがとうございますね、明日楽しみだね。じゃあなんか足りないと思ったら BGM だったって。もう普通のショールームだったら絶対ないけどね、インスタだからありますけど。よいしょ、ではアギだねって。確かにこの BGM ペイ走りそう。確かに。あ、明日はお仕事なので日曜日会いに来る。お、ゆみさんありがとうございます。確かにこの曲だとちょっとはかどりそうですね、サインがなんかいつもオンラインの時とかも書くの遅いから、この曲自分で流して書こうかなあ、ケイセティンさんありがとうございます。間に合ったって、間に合いました。まだ始めてないです。ちょっと今もう一おしゃべり時間です。インスタ当選、あ、ありがとうございます。そう、勉強の BGM、どうなんだろう。私は勉強は落ち着いてやりたいタイプなので、音楽がかかると音楽の方に頭にがもういっちゃって無理なんですよ。そう、でもまあ。AKB が好きだったらかけてみたらテンション上がるのでは木梨さんこんばんは。あ、そうですね、ちょっと今秋山なんですけど、木梨さんやらせていただいてますそう、実際そうなっちゃうらしいね部屋の片付け、あ、確かにめちゃくちゃいいかもしれない。そう、確かにねそういうのはいいかも、片付けとかね。うん、
じゃあそろそろ始めていきますね。インスタを嬉しいですまた。では AKB のお話聞いたことないんですけど、なちゃんのお話聞いてみてもいいですか。もちろんです、ありがとうございます。握手会で名前伝えてくれた方が嬉しいです私はね。もっと仲良くなれる気がするから、ぜひ教えてください。では、あ、初見さん、ノリアンさんそう、はじめはノリアンさんからです。すごいメイク変えたの、変えたのかな、どうなんだろう。でも今日はそう、撮影だったからってのもあるし、この後がやっぱそう、あれじゃない、オールナイトフジコだから、そう、地味くって、そうだよ、地味くいつもより意識してます。では、始めますはい、ダリアンさん、ありがとうございます。すごい、さっきね来てくれてたけど、ありがとうございます。なちゃん応援してます、体調に気をつけて活動してください。ありがとうございます、気をつけます。アイシャドウはクリオの新しく出たやつなんですけど、猫ちゃんのやつ、アズと一緒です。そう、たまたまね買ったらアズと一緒だったんですよ。すごくないですか。結構ねあるんですよ、アズと一緒だった、たまたま一緒だったメイク用品とか。はい、で次、続いては、お、モソさん、アイスありがとうございます。続いて CQ ちゃん、ありがとうございます。さっきもねまた来てくださってありがとうございます。いつもみんなに元気を与えてくれてありがとう。忙しい中でも自分の体調第一にしてね、どうもありがとう。こちらこそありがとうございます。あ、明日またねって、ありがとう。嬉しいです。あと前回とも全然違いますしね、私の前回はおろしの白いやつか、そうだからね、次、星野さん、お、またまたありがとうございます。ありがとうございます。配信はね、さっきも遠いお空になってるありがとうございます。お仕事頑張ってください。お、のりあさん、そう、まさかの一番目、そうなんですよ、一番目でした、そうありがとうございます。で、次、続いてはリュウオンさん、ありがとうございます。2作連続でのシングル選抜おめでとう。オンラインお話し会で当選した際に書いてもらった竜を X のアイコンにさせてもらってます。絵が上手で運動もできて頭も良くて可愛いのちゃん、これからも最強スマイルたくさん見せてね。ありがとうございます。嬉しい、アイコンにしてくださったんですね。そう、なんかサイン会お話し会で、そう、サインで当選してくださった時に、そう、アイコンにしてくれるって言って嬉しいです、めちゃくちゃありがとうございます。ゆうてんさん、ありがとうございます。ゆう、あ、ゆうが、なんかさっきから手が黒くなるんですよ、めちゃくちゃで、私そんなにペンを手につけてるのかって思ってたんですけど、多分ペン自体が汚れてますね。見てくださった、いいですか、洗
すいません。ありがとうございます。配信でいただきました。いや乾きにくい、どうなんだろうこれは。うん、次のは大丈夫そう。ありがとうございます。こんばんはって、こんばんは。朝2作連続でサムチューブおめでとうございます。少し前にはなりますが、ただいま練習公演を見てパフォーマンスが素敵で、特にフェイントそこから応援してます。今月の全国ツアー仙台公演も楽しみにしてます。体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいです。頑張ります。仙台楽しみですね。もう結構すぐですもんね、だって仙台。本当に気づいたら時間が経ってて、私もびっくりですよ。本当に毎回ね、気づいたらその大事なイベントになってるから嬉しいです。でもやっぱり去年の夏はフェス出てましたっけね。けど今年は全国ツアーがあるってことで、そう。え、確かに仙台って来週？え、待って、来週なの？嘘でしょ。え、嘘だ。来週じゃないよね。21だっけ？今日が？全然来週じゃないよね。ん？来週じゃないよね。21だよね。で次ジャスミンさん、またまたありがとうございます。来週か、10日後、ありがとうございます。次、お安井拓也さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、確かにほぼ行く日寝てないでね。何がですか？どこで寝てるってことだろう。え、行く日仙台、仙台で寝るってことどういうことだろう。あ、こんばんは、マミさん、こんばんは。空飛ぶドラえもんさん、こんばんは。皆さんの MV の好きなポイントを教えてほしいな。私がもう思い出に残りすぎてるのはやっぱり1サビなんです。1サビのね、あの後ろ、黒板の前にいる真中さんとエリーさんと私、めちゃくちゃおもろいので見てください、絶対に。もうなんかね、そう、面白いんですよ。とにかく気づいたらいろんなものを持ってるので。あ、センターで両手上げてるとこ確かにね。え、あれさ、かぶってるから見えないつもりだったんですよ。でもさ、もう最初のカウントダウンでさ、もう丸見えだったよね。びっくりしちゃった私も、丸見えで。私が必死に両手上げてるところがもう全部見えてて、そう、私は両手を勢いよく上げるのに必死だったので。ちょっと待って、なちゃんって捕まった宇宙人みたいで可愛い。どういうこと？ちょっとどういうこと？え？あ、よく見えてるよ。嬉しい。それはめちゃくちゃ嬉しいです。ありがたいですね。
ポジションです。ごくあ、ピンクメイクかわいい、嬉しい。その今日はね、いつもよりピンク濃いめなんですよ。嬉しいです、褒めていただけてえ、嬉しい。研究生で一番かわいいって、本当に。スーツ着たら悲しいです。でも本当だったらすごく嬉しい。ありがとうございます。では次いきますね。うさぎみかんさん、ありがとうございます。みかんぎ、みかんぎ、うさぎみかんちゃん、ありがとうございます。なっちゃんに昨年のコメント大事様に癒されてます。いつもお、おいちゃんとの微笑ましい人で教えてくれてありがとう。ありがとうございます。スマイルコンビが好きです。今回のシングル期間もたくさん笑顔にあふれますように。ありがとうございます。嬉しいです。そう、確かにセグミカンいつも言ってくださいますね。そう、私もあゆきさんのこと大好きだし、また写真撮ってお願いしに行こうと撮ってくださいって言いに行ってきます。シュミさん、ありがとうございます。じゃーん、シュミさん、ありがとうございます。いなちゃん、2作連続選抜入りおめでとう。最強つないでこれからも私たちをいっぱい釣ってくださいありがとうございます。すいませんあ、うさぎみかんさん、私もそうなるの楽しみに待ってます。ありがとうございます。次、和田さん、ありがとうございます。なちゃんこんばんはってわーってちっちゃいあが入ってるけど、なちゃんの最強スマイルが世界の光になることを願ってます。シナマと一緒に応援してます。嬉しい、ありがとうございます。わてさん、嬉しい、ありがとうございます。チェリータイプなんだって。いや、苦手です多分苦手。次、続いてはゆうきさん、またまたありがとうございます。そのね、シナモンありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。明日の試験で感想を伝えきれないかもしれませんが伝えたいです。シナモンくんの服着ていきますありがとうございます。今ちょうどシナモンって言ったら、シナモンの服を着てくれるらしいです。嬉しい、ありがとうございます。次、あさひさん、ありがとうございます。じゃーん、ありがとうございます。ありがとう、大好きですよ、ありがとうね。皆さん本当にありがとう。お、さっき見れなかったのでって、ありがとう朝日さん。次、続いてはみっちゃんさん、ありがとうございます。みなちゃん、やっほーつーってね、2回目だもんね明日のパシフィコ我慢なくしか行くね。久しぶりにちゃんに直接会えて私とお話できるのがすごく楽しみにしてます。みなちゃんが大好きです。みなちゃんを見たいみっちゃんより。ありがとうございます。ありがとうね、また嬉しいよ本当に。いつも皆さんありがとうございます。では続いて、たいちゃんさん、ありがとうございます。
がとうございます。大阪から見てくれてるのかな。ありがとうございます。そして次、すみすみさん、ありがとうございます。2回目じゃーん、ありがとうございます。今年の夏は全国ツアーとシングルのイベントでりなちゃんと一緒に全国を回りたいです。嬉しい。ぜひ一緒に全国回りましょう。私も楽しみです。本当に全国回りです。やった、楽しみだ。よし、ではマサさん、また2回目ありがとうございます。マサさん、ありがとうございます。山口転勤中のマサです。本当にありがとうございます。月一自宅、お、千葉県なんですね、に帰省してひなちゃんを応援してるよ、頑張ってね、ありがとうございます。お、二分もありがとう。こちらこそありがとうございます。嬉しい、いつもダイヤ使ってくださって。次、カラさん、ありがとうございます。カラさん、ありがとうございます。ひなちゃんの歌声、ダンスが大好きです。お、今回は歌番組だけでなくドラマ出演も楽しみです。ラジオのレギュラーもあり、ジャニーズ昇格ライブもあったり忙しいと思いますが、劇場公演にもたくさん出てほしいです。ありがとうございます。私も出たい気持ちはたくさんなので、はい、ありがとうって、こちらこそありがとうございます。私も出たいので、ぜひ出た時は見に来てくださいね。待ってます。はい、続いてはたまちゃんさん、たまちゃん、たまちゃん、ありがとうございます。嬉しい。りなちゃん、2作連続選抜入りおめでとう。劇場がリニューアルする前までのりなちゃんが出る公演に行きたいな。今は仕事中で配信見れてない。そうなんだ、頑張ってくださいね、お仕事。頑張れ、頑張れ、仕事頑張ってね。次、ひがさん、ありがとうございます。ひがさん、ありがとうございます。ひなちゃん、2作連続2回目の選抜おめでとうございます。次世代エースとますます飛躍することを願ってます。ひなちゃん、世界一かわいい。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。世界一です。あ、くらさん、アイスありがとうございます。お、嬉しい、世界一かわいい、ありがとう。嬉しい、ピンクのワンちゃん、嬉しいです。山口といえば、山口と山口、下尾どれですか。え、でも下尾さんじゃないですか。私は山口って聞いたら県を最初に思い浮かべちゃうので、うん、そうだね。ゆいが長崎だっけ。ん、合ってる。あれ、合ってるよね。そう、下尾さんだと思います、私はね。続いて、たくさん、ありがとうございます。ゆいちゅうはね、ダンスで思い浮かべるかな、私は。うん、劇場でりなちゃんのパフォーマンスを見て、すっかりりなちゃんの虜になりました。特にりなちゃんのビンゴが大好き。りなちゃんと目と目が合うと胸が高まります。たくさんありがとう。リンゴいっぱい見合わせましょうね。あ、さん、ありがとうございました。明日握手会行きます。たくさんありがとう。
ゆいちゃんラーメン、確かに豚骨ラーメンとか言ったらゆいかな。次、むむけいちんさん、ありがとうございます。むむけいちんさん、ありがとうございます。お、連続選抜、本当に本当におめでとう。前回とは違ったかっこいいバキバキに踊るいのちゃんをいっぱい見られるの楽しみにしています。いろんな可愛い髪型にも期待してます。これからも夫婦で応援してます。ありがとうございます。いつも嬉しいですね、ありがとうございます。嬉しい、ボンバーさんとキューチーさん、いつも一緒に来てくださってありがとうございます。お、募集したら連続で、次はボンバーさん、ありがとうございます。ボンバーさん、ありがとうございます。連続選抜おめでとう。まだデビュー1年しか経ってないのが嘘みたいだね。ラジオも毎週欠かさず聞いてるよ。連続選抜はもちろん、あとは早く昇格したいね。これからもフリーナちゃんをしなよ。ありがとうございます。嬉しい。あ、日曜日行くよ。今回はママ付きだよね。思いました、私も。そう、ドボンのムムのことのムムです、これは。ありがとうね、嬉しいです。日曜日待ってます。次、コミさん、ありがとうございます。コミさん、ありがとうございます。連続の選抜おめでとう。これからも応援してます。ありがとうございます。次、小林康則さん、ありがとうございます。小林康則さん、お、ちょうど額が止まりましたね。じゃん、安成さん、小林安成さん、ありがとうございます。なちゃん、こんばんは、いつも応援してます。ありがとうございます。安成さん、ありがとうございます。次、ゆきぼんさん、ありがとうございます。ゆきぼんさん、じゃーん、ありがとうございます。ゆきぼんさん、ありがとう。あ、ありがとうって、こちらこそ嬉しい、ハートまでつけてくださって。パシフィックエクハムのゆいゆいのレーンに並んでいるとき、隣の障害者対応レーンで髪の毛をかき上げながら話して、かき上げてた私。マイクが言ってないかと調べたレナちゃんでした。レナちゃんの透明感ある雰囲気が大好きです。センター目指して頑張ってね、応援してます。ありがとうございます。嬉しい。え、私かき上げてましたか？全然記憶にない。え、嘘、かき上げてるんだ私って。知らなかったよ。ありがとう、嬉しい。次、 KYC 台湾さん、ありがとうございます。 KYC 台湾さん、ありがとうございます。まだ握手ができてなくて、お話し会の時だったよって。あ、そっか、じゃ結構前だね。ありがとうね。あ、よしさん、ありがとう。いなちゃん、大阪ラブ、またねって、ありがとう、ありがとうございます。いなちゃんはとても元気で勇敢な女の子、私はいつも応援してます。ありがとうございます。次、続いては石ころ人間さん、ありがとうございます。石ころ
じゃーん、石ころ人間さんありがとうございます。嬉しいです。なあちゃん2回目の選抜おめでとう。初披露のカウントダウンでもいっぱい映ってて嬉しかったし、星てるの木梨さんのシーンも何回も繰り返し一時停止してみました。お、嬉しい、いっぱい見てくれてる。新曲の発売も全国ツアーももうすぐだね。今年も最高に楽しい夏にしよう。ありがとうございます。最高夏にしましょうね。もういっぱい盛り上がって嬉しいね。前会えるからね、今年の夏は本当にね、楽しみですね。ありがとうございます。ね、ツアーもサインが、お、嬉しい、楽しみって、ありがとうね。嬉しいです。本当に皆さん早く、皆さんに早くツアー見てほしいです。ツアー本当に絶対楽しいと思うし、うん、私も楽しみだし、やっぱ全国ツアーってなかなかできることじゃないから、すごい楽しみです。ツアー行くよ、ありがとうね、本当に嬉しいです。めちゃくちゃ、あ、楽しみで、ありがとう。嬉しい。続いてゆいち81さん、ありがとうございます。ゆいち81さん、ありがとうございます。劇場では秋山さんのパフォーマンスを見てファンになりました。嬉しい。選抜メンバーには忙しくて学ぶことも多くて大変だと思いますが、体調崩さない程度に頑張ってください。ありがとう、頑張ります。ありがとうね。続いてそんなことゆうすけさん、ありがとうございます。嬉しいです。ゆうすけさん、劇場も握手会もありがとうございます。じゃーん、ありがとうこんにちは、遅ればせながらお締めになりました。嬉しい、恥ずかしいよ。そうなの、怒られたんだこれからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いつもありがとうね。怒られたんだ、かわいそうにでも、みんな怒るのかな。嬉しい、よろしくお願いしますって。だってそんなこと言う、ゆうすけさんってどうなんだろう、うん、私でも、私と一番近いんだって。私がそんなこと言うなって言うから一番近いよねそんなことないそうだと私は思ってるんだけど、嬉しいです。次、マーヤンさん、ありがとうございます。マーヤン、マーヤンさん、ありがとうございます。あ、みんなにそう言われるって、そうだよねあの夏の防波堤のロケ地に行ってきました。おお、マーヤンさん、すごい。何か思い出があって教えてください。でも本当にあの夏の防波堤の時は寒すぎて、あの3月だったんですよ。3月で前日に雨が降ってたんですね。だから次の日晴れたんですけど風が強くて、もう本当にとにかく寒かったんですけど、もう本当海になかなか行く機会ないのですごい楽しかったです。さあ、ありがとう、こちらこそありがとうございます。マイヤンさん、嬉しい。そうね、もうあの夏の防波堤3月だから結構だって、それだって撮ってますけど、もう全然最近っていうぐらい記憶が新しいですで、みかんさん、ありがとうございます。あと片手打っちゃった。みかんさん、
さんありがとうございます。改めて2作連続選抜入りおめでとう。前作に続いてまたテレビの上でたくさん見ちゃうんでと思うとすごく嬉しいです。いつも会えたら最強スマイルの前に呼んでくれてありがとう。めちゃくちゃ元気もらってます。嬉しい。向井さんありがとうございます。お、ゆなざりチェケキナさん、ありがとうございます。嬉しい。くまさん、これ何、チョコミントアイスだよね。だってありがとうございます。嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。続いてよしきさん、ありがとうございます。ねえな、こんばんは。お兄ちゃんだよ。お、嬉しい。初めてのオンライン話ありがとね。すごく楽しかったよ。また機会があればお手紙も送ると思うので、これからもよろしくね。応援してます。ありがとう。ね、嬉しいです。ありがとうございます。続いてスラさん、ありがとうございます。スラさん、ありがとうございます。皆さん、ポニーテールのヤちゃんが最強すぎて恋積んじゃったら MV 一生入れます。嬉しい。じゃあもうこれ大切にしててね。ポニーテールだよ、 MV と一緒だよ。ありがとう。続いてマスリンリンさん、ありがとうございます。マスリンリンさん、ありがとうございます。マスリンリンさん、お、いるよ。明後日会いに行くよ。楽しみです。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。続いて、お、キタさん、ありがとうございます。キタさん、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。ひなちゃん可愛くて大好きです。18期のおしめんです。応援してます。ありがとう。嬉しい。続いてミッチーさん、ありがとうございます。ミッチーさん、ミッチーさん、ありがとうございます。ひなちゃん選抜おめでとう。イナーズのコンビが大好きなので、もっとツーショット載せてください。ひなちゃん劇場でも会いたいです。嬉しい。またぜひ会いに来てくださいね。イナーズの写真は本当にいっぱいあるので待っててください。絶対載せます。ちょっとMV の時の写真も撮ったんですけど、まだ載せられてないので載せますね。そう、でも今日はさ、アズが一緒にいないから今日の写真は載せられないんですけど、あ、でもアズとね、さっき会いましたね。一個前の現場ですれ違いました。すれ違って、あ、やっと思って喋りましたよ。待ってました。ありがとう。中さん、ありがとうございます。中さんで選抜おめでとう。少しでも人間になってもらうと時々お手紙を書いてます。たくさんの思い出が頭に浮かんできてです。文章の量が多くなってしまうね。
今回のシングルも中さんはイナちゃんクスでお会いします。ありがとう、嬉しい。お手紙もう本当にもう全然嬉しいです。少なくても嬉しいけど多くても嬉しいです。ちゃんといつも読んでます。あ、いつもありがとう中さん、ありがとうございます。嬉しい、本当に公園でもらえるお手紙は宝物なので、本当にね、あのパンパンになってきたんですよ、お手紙ボックスが私にね。続いてゆなさりちゃけきなさん、ありがとうございます、嬉しいいつも明るいなちゃんからのメールやリバーさんの投稿を楽しみにしてます。そして最強スマイルで元気をもらってます。ありがとう。これからみなちゃんの輝く姿を楽しみに応援します。頑張ってね、ありがとう、いつもありがとうございます。ありがとうね、このコマさんありがとうございます。続いてなっちゃん、ありがとうございます。なっちゃんありがとう。あ、なさりちゃけきなさんありがとうって、こちらこそです、ありがとうございます。2作連続の選抜おめでとう。64枚の期間もたくさん思い出作ろうなって、ありがとう。たくさん思い出作りましょうね、一緒に。こんばんはって、お、嬉しいなっちゃん、明日明後日楽しみにしてますって、こちらこそです、ありがとうね、本当にありがとうございます。私も明日明後日すごく楽しみです。今シングルだとだって握手会初ですもんね、まだオンラインだけだよね。楽しみですね。こんばんはって、こんばんは、ケンさんありがとうございます。ケンさんありがとうございます。選抜おめでとうございます。いつか劇場公演に行きたいです。ぜひぜひ劇場公演来てください、待ってます。公演来てください皆さん、ぜひ。でも私がね、あんまり公園出てる方出てないよね、多分。ただれんとかも本当に出なくなっちゃったし、なんでなんだろうね。今日もだってただれんですよね、確か一応ね。ないから。痛いですね、うん。私が出たら皆さんぜひ来てください。続いてあすみちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいあ、りなちゃんの木体が、確かにね、木体本当に出てないからね。私も出たいですよ。あすみちゃんいつも可愛いなちゃんね、これからも AKB もりなちゃん推し続けたい、こいつにちょっとたくさん聞くね、ビッグラブ、ありがとうあすみちゃん、ね、ビッグラブだって、ありがとうね。続いてカイピ、
かいちゃんありがとうございます。ありがとう、かいちゃん。ありがとうございます。嬉しい。2択連続選抜おめでとう。MV で、分度器や。ああ !760件持っている。これが、サビのところですね。1サビの音で芯が面白くて好きです。嬉しい。あと、ぴょんぴょん。飛ぶところ、うさぎさんみたいで、超かわいい。姫ちゃん、大好き、みんなちゃんとの声が摘んで、さよならにならないように頑張っちゃってもいいですか。もう嘘です、ありがとうございます。本当にさよならにならないように頑張っちゃって嬉しいです。ありがとうね、かいちゃん、ありがとう。嬉しいです、皆さん本当にありがとうございます。で、あ、みなちゃん大好き、ずっと楽しい、明日と17日もよろしくお願いします。ありがとう、よろしくね。で、次、札幌のなおみちゃん、ありがとうございます。なおみちゃん、ありがとうございます。ありがとうって、こちらこそですよ、ありがとう。なちゃんお元気ですか。お元気です。木炭公園を床がで覚えて、なちゃんさすがなちゃんだと思いました。私はいつも札幌からなちゃんのパフォーマンスをオンデマンドで見ています。東京の劇場でもなちゃんに会いたいです。なちゃん大好きです。ありがとう、そうなんです、覚えました、頑張って。ありがとうね、なおみちゃん。ぎぎゅさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なおみちゃん明日に行くの楽しみ、ありがとう。嬉しい、私もですよ。ゆうさん、ありがとう。今シングルから初めての推し活だから、おー嬉しい。リミストも初めてだよ。なおちゃん認知してもらうことも目標にたくさん応援するね、大好きだよ。ありがとう、ゆうさん嬉しい、ありがとうね、初、ありがとう。私もまだ2回目です、リミストは。あんまり変わんないね。続いて、まーたかさん、ありがとうございます。まーかさん、まーたかさん、ありがとうございます。少々遅くなりましたが、いなちゃん推しになってもいいですか。嬉しいです。遅いとか全然ないですよ、ありがとうね。はい、続いて横山子さん、ありがとうございます。お、前の子、あやなちゃん意外心理禁止です。嘘、ありがとうね、明日明後日楽しみ、嬉しい。お、ビンゴが大好きです。え、お役で私を見つけてくれてとっても嬉しそうにしてくれるのに泣けてきました、ありがとう、嬉しい。私もいつも嬉しいです、本当に会いに来てくださって。ありがとう、アイチェルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お、アイチェルさん、ありがとう、こちらこそです。2作連続おめでとう。コスメの生徒さんながらメッセージ言ってるんだけど、おお、18キス最強じゃない。その中でみなちゃんが一番好きなんだけど好きって言ったというから、これからもずっと好きだよ。ありがとう、めちゃくちゃ伝わってますよ、いつもありがとうね。え、ウインクちょうだい。
続いてモンさん、ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。シナモンも持ってきてくれたりとかありがとうございます。モンさん、ありがとうございます。チョコさん、あ、チョコもさんばちゃんおめでとう。いつもニコニコのお姉ちゃんが大好きです。お、嬉しい。明日なんかしか行くって、皆さんありがとう。待ってますね。続いてチョコさん、ありがとうございます。ひなちゃんの日々の活動を積極的に頑張っているし、いつも感心してます。これからもずっと応援してくれてよろしくね。明日の握手会行くよ。おお、ヘアスタイル何かな。ポニーテールですよ。ありがとうございます。楽しみにしてますね。そしたらね、お、続いてたっくんさん、ありがとうございます。いつも T シャツ着てくださってありがとうございます。みなちゃん選抜おめでとう。こいつにちょっとかっこいいダンスに取り切るみなちゃんがたくさん見られて、いろんな音楽番組のフェスで披露されていくのが楽しみです。 MV も繰り返し見てるよ。ありがとう。ありがとう、たっくんさん。ありがとう、握手会行くよ。ありがとう、こちらこそ。もう本当握手会が楽しみです、本当に。でもすぐだもんね、明日だから。ありがとうございます。続いてグキオさん、ありがとうございます。いなちゃん選抜おめでとう。いなちゃんの笑顔が毎日の励みになってます。体調に気をつけて頑張ってね。ありがとう、こちらさん。頑張ります。ありがとうございます。続いてまーさん、ありがとうございます。お、選抜おめでとう。ありがとうございます。自分めっちゃ簡単なことじゃないから、努力が認められたってことだよ。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうね、そう言ってもらえて。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。まーさん、ありがとうございます。ありがとうね、嬉しい。以上でお話し会でいつも最近姉妹のお姉ちゃんからパワーをもらってます。ありがとう。これからも応援してるよ。ありがとう。嬉しいです、まーさん。あ、ごきおさんサインありがとう。こちらこそありがとうございますね。ありがとう。本当に嬉しいですね。こんなに皆さんのサインをかけて、ぜひ大切にしてください。ぜひお願いします。あ、まさん、ありがとう。で、こちらこそありがとうございます。続いて総裁 X さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 X さん、ありがとうございます。2作連続の選抜でおめでとうございます。陰ながら応援しています。ありがとうございます。嬉しいです。続いてにゃじさん、
ありがとうございます。ミヤジさん、ありがとうございます。ミヤちゃん、2作続けた新聞社末入りおめでとう。嬉しい嬉しい。右エンゲル控えご飯のことで、ミヤちゃんの予想をしてたくさんの人に知ってもらえて、ミヤちゃん知らせるというね。自分もまだまだミヤちゃん、あ、嬉しい嬉しい、ありがとうね、ミヤジさん続いて、東方愛さん、ありがとうございます。お、メイジさん、ありがとう。あさって会いに行くね。ありがとうございます。東方愛さん、ありがとうございます。お、連続の選抜入りと初めての参加のね、届くの本当に楽しみにしてます。お、前回新宮では初めましてして、まだまだ浅いけど、もっとあって覚えてもらえる頑張ります。明日の握手会もよろしくね。ありがとう、お声さん、ありがとうございます。嬉しいです。前回からか、でも嬉しい、いつも来てくれてありがとうございます。続いて、ギータカさん、ありがとうございます。ギータカさん、ありがとうございます。ひなちゃん大好きだよ、いつもありがとうありがとうありがとう、こちらこそありがとう。あ、ツアー福岡行きます、ありがとうございます。ありがとうございます、ギータカさん。福岡ね、福岡はでも最後の方か、ツアーで言うとね、ツアーね、本当に私何かで話したんだっけ、メールかな。本当に私個人的にユニットが本当に楽しみなんですよ、全部続いて、さとしさん、ありがとうございます。2作連続選抜おめでとう。可愛いアイドルソングも似合うけど、クールでかっこいい曲のパフォーマンスの表情も素敵です。いいポジションをいただけたので、さらに前に進んでいこうね。これからもよろしく、ありがとう。あ、嬉しいね、ありがとう。明日からの握手会もらってね。こちらこそよろしくね、ありがとう。前に進んでいきますよありがとう。続いて、マサラッカーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、さよ、ありがとう。ゆなちゃんの最強スナースマイルにそう癒されてるよ、ありがとうね。夏のツアーも楽しみ、これからもよろしくね。嬉しい、ありがとう。楽しく応援させてもらって、こちらこそいつも楽しくしてくれてありがとうね。明日行くね、ありがとう。待ってるね、本当に楽しみだ。続いて、しのぶなおちさん、ありがとうございます。しのぶなおちさん、ありがとうございます。なおちゃん、選抜入りおめでとう。これからも握手会でたくさん話しましょうね。ありがとう、お話し会いっぱいお話しましょうね待ってますね。そして続いて、ミヤマーさん、ありがとうございます。あ、嬉しい、しのぶなおちさん、はい、ありがとう。明日明後日よろしくね。嬉しい、ありがとうね。このコンポニーだ、好きなんですか。
サンリオ可愛いよね。みやまさんありがとうございます。みなちゃんまたまたありがとうね。嬉しい、また来てくれて。この時間新幹線移動中のはず。明日の行くしかも楽しみにしてるね。ありがとう、移動してくれてるね。明日のためか、ありがとうね。あ、来たから、みなちゃんありがとう。次、続いてさおりちゃん。ありがとうございます。さおりちゃんありがとうございます。なちゃんサインありがとう。大切にして。7月10日の歌詞引く行為のお菓子が、お、嬉しい。お、2日行ってバス毎週見てるよ。あ、決まってきてすごく嬉しかった。これからも楽しみに。ありがとう、嬉しい。くじけるかそう、私もね、決まっててすごい嬉しかったんですよ。やっぱ私ずっと演技やりたいなって思ってたので、そう、少しでもこうやって参加できたことすごく嬉しいです。しかも木梨ちゃん、そう、漫画で見てた時すごい可愛いなって思ってたんですよ。私人柄とかで好きになる子もいれば、あとその漫画だとイラストとかで好きな子とかもいるから、本当に私のタイプなんです。木梨ちゃんのあの感じ、ちょっと見てみてください皆さん、本当に可愛いから。で、続いてスターフラッシュさん。なちゃんの好きなドーナツを教えてほしい。なんだろう、オールドファッションかな。オールドファッションにチョコ切ってるやつ好きです。あれは食べました。あと私抹茶が大好きなので、抹茶コラボの時とかは本当に抹茶あんまり食べないですけど、抹茶の時は行きます。抹茶食べてますよ毎年。そして続いていちごちゃん、ありがとうございます。いちごちゃんありがとうございます。ね、わかる、こういう関係にチョコがけしかかったらそうだよね。やっぱりなっちゃんを見るとすべての夢が消えます。笑いは今の終わり、私の全身の原動力です。永遠に来週応援します、頑張ってください。ぜひ毎日楽しんでくださいね。お、ハッピーエブリデイって嬉しい、ありがとう。一緒に楽しんで作りましょうね。お、続いて、あ、またまたありがとうございます。ゆなさり、じゃけ、ゆなさん、嬉しい、ありがとうございます。本当にいっぱいね。なけ、きなさん、じゃーん、ありがとうね、本当にまたまた結婚ありがとうございますね。今シングルの選抜で光り輝くなちゃんの最強スマイルを見られるので嬉しいです。さらに前プレートも頑張ってください、応援してます。ありがとう、嬉しい、ちょっとありがとうね。ゆなさり、ちけきなさん、ありがとうございます。続いてしんたろうさん、ありがとうございます。しんたろうさん、新太郎さん、ありがとうございます。なっちゃん連続選抜入りおめでとう。いつもなっちゃんのメールや SNS まで連携をもらっているので感
感謝しかありません。このシングル期間も握手会なのでよろしくです。体調には気をつけて活動を楽しんでね。ありがとう、嬉しい。慎太郎さんありがとうね。あ、ゆなちゃんありがとう。おー、こちらこそありがとうね。明日明後日の握手会よろしくね。僕はありがとうありがとうございます。本当に嬉しいですね皆さん。続いてタッキーさん、ありがとうございます。タッキーさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。お、そして続いてカシオさん、またまたありがとうございます。カシオさんありがとうございます。秋山ゆなちゃんに恋を積みました。恋を積みましたってすごいね。ありがとう。で続いてしゅういちさん、しゅういちさん、しゅういちさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。続いてジャイさん、お、ありがとうございます。ありがとうございます。選抜入りおめでとうございます。劇場で見る曲なんてよいよいに見えるね。確かに握手会でも言ってくださって本当ですかとか言って優しい雰囲気がとても素敵です。今後も応援してきます。ありがとう、見えますかありがとうね、嬉しいで続いてモリリンさん、いつもありがとうって。こちらこそいつもね、握手会のお礼もありがとうございます。モリーさんありがとうございます。あ、ありがとう、明日明後日よろしくね。よろしくね。そして続いて向井地さん、ありがとうございます。向井地さんありがとうございます。この間公演見て、小学生の中で一番パフォーマンスが美しいと確信した。これからも頑張れ。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、オンラインとかもありがとうね続いて、お、のんたんさん、またありがとうございます。のんたんさん、お、サインありがとう。いなちゃん可愛すぎる、大好き、全部おめでとう。ありがとう、いっぱいハートがいっぱいだ、ありがとう。いなちゃん全部おめでとう、大好き、本当にありがとうございます、ありがとう続いてケーゼティさん、
ありがとうございます。セーフティーさん、ありがとうございます。あ、そのポニーテールのやつかわいい。サイン大切大切ね、ありがとう。わーい、ひなちゃん連続選抜おめでとう。この子ほんとにほっといても選抜入ろうと思ってたけど、想像変えてくるわ、わらってこの前久しぶりに公園に見えたけど、魔法マスが本当に良かったで、改めてお腹空いてる。これからも応援してくよ。最強スマイルでファイト、ありがとう思います。そして続いてリーチさん、ありがとうございます。リーチさん、おっ、リーチさん、はいと思って、ありがとう、嬉しい。改めまして、で、選抜おめでとうございます。出会ってから約1年を応援したい気持ちがどんどん高まってます。仕事とかで落ち込むことがあっても、ひなちゃんの笑顔に救われてます。いつもありがとう。甘いたくさん演技ないけど、これからもよろしくね。リーチさん、いつもありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。続いてはハイズさん、ありがとうございます。ハイズさん、癒しの最強スマイルに抜群のステージパフォーマンス、新生 KB をこれからほんと引っ張っていく存在になる。みなちゃん、期待して楽しみしかないです。ありがとう、ガイズさん、ありがとうね。嬉しい、ありがとうございます。本当に嬉しい。続いてロンリーボーイさん、ありがとうございます。ありがとう。リボイさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また劇場公、まだ劇場公演行ったことないけど、映像で見るチャンネルに見せてます。ありがとう。あ、8月2日初お話できます。ありがとう、待ってます。24年、あれ、浴衣そこら辺って確か、あれ違ったっけ。あれ、誰か知ってる方教えてください。忘れちゃった。でもね、私浴衣本当に可愛いの着たいなって思ってて、もう頑張ってずっと探してるので、ぜひ興味のある方、皆さんぜひ来てください。待ってる。浴衣おすすめだよ。で続いてたしきさん、ありがとうございます。あ、25か、浴衣。以上24なんだって。あ、ゆきさんとお揃いだ。そうなんですよ、ゆきさんとお揃いするんです。いいでしょう。あ、はちさん、ありがとうってこと。あ、来週の見送り行くね。ありがとう、たしきさん、待ってる。1年生ほど前から見て気になったけど、最近みなちゃんが足目になりました。これからどんどん行くからよろしくね。ありがとうね、嬉しい。待ってるね、来週。続いてカンカンさん、ありがとうございます。100連合直での選抜おめでとう。いつも公演や握手会楽しませていただいてありがとう。
なちゃんの可愛さ全開の笑顔と力強いパフォーマンスの使い分けメリハリが大好きです。これからも長生き挑戦していて、なちゃん応援しているね、よろしくね。こちらこそ、あ、サインありがとう、またよろしくねって、いつもありがとうねまたいっぱい話すね。いろんな話してますね。お、嬉しい。はるさん、またまたありがとうございますね。はるさん、一部もお願いしたんですが、昨日の誰恋公演が楽しすぎて二部もお願いしちゃいました。やっぱりなちゃん帰ってパフォーマンスがキラキラでかっこよくて最強です。船端の短足の字がとっても綺麗で感動しました。これからも大好きです。ありがとう、はなさん、ありがとうね、ありがとうございます。はるさん、ありがとう、嬉しい。誰恋公演ありがとうね。楽しかったな。あ、ありがとうございます。本当に。続いてきょうちゃんさん、きょうちゃん、きょうちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。この前の公演入って改めてねちゃんのパフォーマンスいいなと思いました。個人的にはかっこいい系が本当に似合うなって。ツアーは大阪と横浜行くので楽しみにしてます。ありがとう。あ、初音ありがとう。明日3部で会いましょう。ツアー大阪横浜。あ、カメコンありがとうね。楽しみですね。いい写真撮ってください。可愛いの撮ってね。半面の写真はダメだよ。嬉しい。続いてたくさん、ありがとう。またたくさん、ありがとうございます。たくさん、ありがとう。あ、ありがとう、こちらこそありがとうね。いつも元気もらってます。ありがとう、こちらこそ、ね、ありがとう、また来てくれて。続いてつっかん、ありがとう。ありがとう。マスオさん、絶対ラジオのことですね、私の。2作連続選抜おめでとう。イナちゃんのマスオさんとグジのモノマネが面白すぎて頭から離れません。苦手なことには勇気を振り絞って頑張る姿に本当に感動してます。カスミンにはいじるのをほどほどにって言っておくね。わら、大好きだよ。ありがとう。でもツッコンさんもいじってるよね。ツッコンもいつもいじってくるよね。もうラジオいじっちゃってごめんねって。なちゃんとかちゃんと見てから嬉しい、ありがとう。嬉しい、いつもちゃんと見てくれてありがとうね。では続いてさとみさん、ありがとうございます。さとみさん、さとみさん、ありがとうございます。浮気しないよ。え、怪しい。その点怪しいよ。続いてはじめまして。ゆきに最後の演出を見たときに、なちゃんのこと見つけて可愛いと思ってファンになりました。これからよろしくお願いします。嬉しい、さとみさん。あ、初めてのサインです。ありがとう。明日人生初の握手会参加で一番最初がなちゃんです。ありがとう、待ってるね。さとみさん、ありがとう。嬉しい。
初めてだって。ありがとう、嬉しい、MC と見てくれてありがとうございます。本当にあの時はもうユキニーさんがね目の前にいるだけでドキドキしてました。 M ステはしかも M ステ後ろ側にあの他のアーティストさんとかタモリさんとかがいらっしゃるんですよ。私は後ろを向くんですよね。あのみんなでこの前かの前に後ろ向くんですけど、もう緊張しすぎてあ、そして続いてなりぞうさん、いなちゃんの声聞くと元気になっちゃいます。ライブも撮ってます、応援してます。またありがとうね、来てくれてありがとう。あ、そう、もうすぐねゆきのさん誕生日。確かに。続いてマイスイートピアノさん、好きなの？ピアノちゃん。かわいいよね、ピアノちゃん。私の妹がマイメロをすごく好きで、あのアニメとかも見てたんですよ、マイメロ。それで一緒に見てたから、ピアノちゃんも出てくるじゃないですか。かわいいよねって思ってたよ、ずっと。あ、2枚目のさん、ありがとう。こちらこそ、皆ちゃんとシナモン。お、シナモングリーティング待ちだよ。おぉお、え、いなちゃんピール一緒に行こうね。まだ年パスもちろんですけど任せてくださいという順番を置いていて、いつかピール行ったら教えてね。ありがとう、おすすめ教えてね。行きたい。まだいつだったっけな、高校生の時に双子の妹と一緒に行ったんですけど、それ以来まだ行けてなくて。そう、だいぶ夢見かなとかが行ったりしてていいなって言ってたんですけど、また妹と行くか同期の誰かと行きたいと思いますで続いてダンダラさん、ありがとうございます。2作続けての選抜で改めておめでとう。初めて18期の劇場版に行っても注意で1年、いつの間にかね調子になってしまいました。仙台での初握手すごく楽しかったです。マイルちゃんのようにいつかはシングルの初センターになってくれると信じてます。ありがとう、ありがとうございます。頑張りますね。あ、何今年会もっとちゃんとぜひ行ってきます行ったら報告しますね。やっぱ同期のみんなとお出かけも本当に大好きだからいいですね。妹と面白いんですよ、楽しいお出かけとか。妹とは本当にカラオケとかご飯とかよく行きます続いて大好きさん、ありがとうございます。今回も選抜おめでとうございます。大ちゃんに気をつけて活躍を楽しみにしてます。嬉しい、来てくれてありがとうね、いつもありがとう。で続いてギャン、リャンジュイン、ジュインさん、リャンジュインさん、合ってるかな。ありがとうございます。あ、大好きさんありがとうって、こちらこそありがとう嬉しい。こんにちは、中学のファンです。新曲の MV を見ました。いなちゃん素晴らしいパフォーマンス、とっても可愛い顔に心惹かれてしまいました。これからも応援します。ありがとう、嬉しいよ。ギャンギンさんありがとう。で続いて、お、パクコンホーさんありがとうございます。コンホーさんありがとうございます。
なちゃんに発表選抜おめでとうございます。いつも可愛いしなちゃんのパフォーマンスは高いです。またお話しします。ありがとう。前も韓国からね来てくださってありがとうございます。待ってるね。またお、そして最後になりました。お庭さん、ラストですね。いなちゃんが笑顔で充実した活動ができるように引き続き全力で応援します。ありがとう、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。あ、くんわさんさんありがとう。こちらこそありがとうございます。皆さん本当に長い時間でしたが、あ、おにわさん仕事終わり間に合ったってありがとう。最後でしたね。ゆうもお疲れ様。こちらこそありがとうございました。皆さん本当にお疲れ様、ありがとう。こちらさ、こちらこそですよ。皆さんありがとうございました。あ、ね、明日朝、明日握手会くね、ありがとう。テレビ頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。嬉しい。お疲れ様でした。腕だけで癒された。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、オールナイトフジコリアタイすると、おお、ありがとうございます。ユナーにありがとう、ね、サインありがとう。こちらこそありがとう。皆さん来てたらぜひオールナイトフジコも見てください。ありがとうございました。ランキング見ますね。13位、ケイセティさんありがとうございます。12位、ミヤジさんありがとうございます。11位クラさんありがとうございます。10位エダチさんありがとうございます。9位、お、ん、あくぼん、うん、AKB NMB ってことかAKB NMB SKE 大好きおやじさんありがとうございます。英語かと思っちゃった8位、たくさんありがとうございます。そして7位、シャイニングフィガーさんありがとうございます。じゃ6位、アイチェルさんありがとうございます。で5位、マイスイートピアノさんありがとうございます。で4位、ラフォーナさんありがとうございます。で3位、みっちゃんさん、みなちゃん神足ありがとうございます。3位です。で2位、まささんありがとうございます。そして1位、ゆなさりちゃけきなさんありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。みなちゃんありがとう。こちらこそありがとうございました。嬉しい、AKB 元気で一押しです。頑張ってね。ありがとう。明日明後日よろしく、こちらこそよろしくお願いします。またね。皆さん本当にありがとうございました。またぜひ会いに来てください。待ってるね。あ、あとオールナイトの藤子頑張れ。ありがとうね。頑張ります。あ、サイダーさんさん、ありがとう。お願いします。ではバイバーイ。また明日会える方は明日か明後日またね。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。またね。ありがとうございました。